鮮やかに輝くオレンジ色のカーテン。郡町の感謝農園平井では特産のあんぽ柿作りが今最盛期を迎えています。あんぽ柿作りはまず柿の皮を一つ一つ剥くことから始まります。その後ヘタを紐で結び3週間ほど風通しの良い場所で干すことで甘みが凝縮され糖度50度にもなるあんぽ柿が完成します。しかし今年は柿の実りに異変が。川沿いにあるこちらの畑なんですが実をつけている木は全く見当たらず地面を見渡しても柿は確認できません。今年春の遅霜の影響で柿の雌しべが凍ってしまい果実が実らない被害が発生。こちらの農園では例年100トンほど柿を収穫していますが今年は半分の50トンほどしか収穫できませんでした。今年ぐらいのことは私も初めてですね。もう柿むきというか柿屋さんをあんぽ屋さんをやめるという方がもう出てきております。もちろんがっかりしましたよ。でも落ち込んでいても何ともなりませんから。100年以上の歴史があるこちらの農園でもここまでの被害が出たのは初めて。今年は出荷量を増やすため柿の干し場を増築しましたがその出番はなくなってしまいました。それでも従業員たちは美味しいあんぽ柿を多くの人に届けようと心を込めて作業に取り組んでいました。今年は太陽の恵みもたくさんありまして甘くて美味しい原料柿になりました。そして何よりもその食品の安全安心衛生面も十二分に気をつけてやっておりますので安心して食べていただければなと思います。感謝農園平井のあんぽ柿作りは来月いっぱい続けられ県内外の直売所や百貨店に出荷されるほかさらにはネットでも注文を受け付けているということです。